更年期からの5月病、原因と3つの対策ケア。こんにちは、ザ・チェンジオブライフチェブラ更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。ゴールデンウィークを明けたくらいからなんだかだるい日が続くなーとか、また眠りが浅くなった、気分が沈んじゃう、そんな風にこう気持ちや体にね変化が起こってくること、よく5月病という風に言われます。新しい環境やこう季節の変わり目、このような変化のストレスから自分の心や体がついていけなくなっちゃう状態のことです。でそこでですね、今回は更年期によくある5月病の原因と自分でできる対策ケア方法というのをご紹介していきます。この季節も快適に乗り切っていきましょう。まずは5月病の原因についてです。原因で3つありまして、1つは環境の変化ですね。新年度の始まりからのこの疲れがねちょうど溜まっている時であったり、また環境変化、仕事でも新年度からこう別の部署に移ったりとか、またこう家族の中でも進級したりとか、またね子供が巣立っていったりとか、結構こう大きな変化があって、知らず知らずのうちにすごいストレスがかかってるなんてことがあります。2つ目の原因は季節の変化です。やっぱ春から夏にかけての気候変動ってすごいんですよね。でものすごく気温変わるじゃないですか。でこれから梅雨が始まりますから、そうすると湿度もすごく大きな変化ですし、また台風が来るとね気圧もものすごく変化しますし、よくね気象病っていう風に言われますけれども、これらの変化からこう体にねこう様々な影響をこうもたらすなんていうことがあります。体調崩しやすくなってしまうんですね。でそして3つ目の原因はホルモンバランスの変化です。これですね、このチェブラチャンネル見てくださっている方、40代50代の方が多いかなというふうに思うんですけれども、いつもねご覧いただいてありがとうございます。ちょうどねこの時期というと更年期ですよ。体の中でこう女性ホルモンがものすごくダイナミックに変動をしていく時なんです。でホルモンバランスが乱れると自律神経が乱れやすくなってしまいますから、そうすると5月病のこの症状っていうのも強く出てしまうなんてことがあります。そこでですね、自分でできる対策ケア方法をご紹介していきます。まず一つ目のケア方法です。一つ目はストレスを発散させていく呼吸法、1対2の呼吸法。これとってもおすすめなので、ぜひ試してみてください。どんな方法かというと、息を吸う2倍の長さでゆっくりと息を吐き出すという方法です。例えば、4カウントで息を吸います。鼻からね、ゆっくり4カウントで息を吸います。1、2、3、4。そしたらその2倍の長さ、8カウントで口からゆっくりと息を吐き出します。1、2、3、4、5、6、7、8。こういう風にですね、吸う息の2倍の長さでゆっくりと息を吐き出す。これ1対2の呼吸法なんですけれども、自律神経に働きかけをしてくれて、こう副交感神経っていう、こうリラックスする神経をこう優位にさせて、こう短時間でも、まあ、とってもね、質の高いリラックス効果を得るっていうことができますので、ぜひですね、試してみてください。1対2ですね、吸う息の2倍の長さで呼吸をゆっくり吐き出すという方法です。はい、それではですね、続いて2つ目の対策ケア、2つ目のケア方法は、栄養です。ビタミン C を不足させないということです。はい、ビタミン C ね、イチゴとかね、グレープフルーツとかみかんとかね、果物とかお野菜なんかによく含まれているビタミン C ですね。で、ビタミン C ってこうストレスに抵抗するための副腎皮質ホルモンっていうホルモンの合成を助けてくれる働きがあるんですね。なので、こうビタミン C
をちゃんと取ってるとストレスに強い体になってくれるっていうことがあります。でまたこのビタミン C っていうのはこう脳の酸化ストレスっていうのを低下させてこう認知機能が低下しちゃうっていうのをこう防いでくれるような、まあ、そんなね研究もありますので、あの毎日のね食事の中でこう上手に取り入れていきましょう。でそして3つ目の対策ケア方法ですね。3つ目の対策ケア方法はツボ押しケアをちょっとご紹介したいなと思います。なんかやっぱ本当にねしんどくなっちゃうと、あの運動しましょう、外に出てね歩きましょうと言われても、いやなんかそんな元気もないから困ってるんですみたいなね、あの悩みもあるじゃないですか。でそんな時はねツボ押しケアおすすめです。どこのツボがいいかっていうと、今日ご紹介したいのは神門って呼ばれるツボですね。手首にあるツボです。手首をちょっと反らしていただくと、この手首の小指側の部分ですね、ここに少しくぼみができますよね。ここ神門って呼ばれるツボ、手首のシワのところのこの小指側にあるくぼみですね。でここに親指を軽く添えていただいて、息を吐き出しながら自分が気持ちいいなと思う程度の圧でですね5秒間押していきます。1、2、3、4、5でゆっくりと離します。もう一回行きましょう。5秒間ですね、呼吸吐き出しながら押していきます。1、2、3、4、5でゆっくり離します。これをですね片手5回ですね、5回押していただいて、でもう一回反対側のね手首にもありますから、こう小指側にあるこの手首のくぼみですね、神門と呼ばれるツボです。こちらも5回ゆっくりと押してみてください。あの自律神経を整えてあげて、またあの気持ちをね落ち着けてあげるような、そんな働きが期待できますよ。それではですね、続いてちょっとご紹介したいことがありまして、5月病になる前の自分でできる対策ケアっていうのをご紹介していきたいと思います。それ何かっていうと、自分のハッピーリストを作ってみるということです。はい、これどういうことかっていうと、自分自身が心地いいなとか快適だなって思える対策ケアを見つけやすくするために、こう自分が喜ぶことリストですね、ハッピーと感じることリスト、ハッピーリストを作っておくっていうことです。これねどんなことでも構いません。例えばなんだろう、コーヒーを飲んだらねすごくね気持ちが落ち着く、ちょっと丁寧に入れたコーヒーを飲むと気持ちが落ち着くっていう方はね、それを書いてみてください。こう駅前にいるあのカフェ、駅前にできたカフェに行ってこう朝ごはん食べたらなんかすごく元気が出るっていう方はね、それをぜひ書いてみてください。こうお日様の光を浴びてみるとか、私の場合だとね映画見るのがねすごく好きなので、あの映画を見る、こうマイインターンっていう映画がねすごい好きなんですけれども、こう見るとかね、自分が心地いいな、快適だなって、自分がご機嫌になることをねこうリストアップしておきます。というのも、やっぱ人間ってこうしんどい時って何にもやる気起こらなくなるじゃないですか。何かをこうやろうっていう、何かを自分で決めてやろうって思うことってやっぱすごくエネルギーがいることですから。だけどこれがねリストになってれば結構行動しやすかったりするんですよ。なんか何もやる気が起こらなくなってしまう、そんな時こそこう現状を変えるっていうためにこうリストにある最も簡単なこととかね、自分がこれならできるかなっていうことをやってみる。でそうすると気分が変わったりするんですよ。本当ね気持ちまで変わってきますので、これぜひね作ってみてください。はい、というので今回はですね、更年期からの5月病原因と3つの対策ケアというテーマでお送りをしていきました。更年期はザ・チェンジオブライフです。ぜひね、自分の心と体と向き合う、そんなチャンスの期間にしていきましょう。というので今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。